どうも皆さんこんにちは。ワンステップの長谷川和夫です。さあ、秋がやってきましたよ。私たちワンステップにとってね、秋といえばこちら、とことん患者応援マガジン肺がんブックです。患者家族の体験談を中心に作ってきました。今年で通算6号目になります。10月の初めにね、出ます。今回はその表紙をね、みんなで決めちゃおうという緊急企画です。では早速ね、その投票していただきたい表紙のデザインを皆さんに見ていただこうと思うわけですけれども、その前になぜこのような投票をするのかをお話ししたいと思います。時代は新型の感染症が流行し、人と直接会うことが極端に少なくなりました。患者会で言えば対面式のおしゃべり会やサロンがなくなりました。つながりが少なくなっていると思います。でね、この冊子ですよ。そもそも肺がんブックはネットでは届かない人たちに対して患者仲間のね、体験談を届けるものとして作られました。病院の入り口の近くの本棚などに置いてある。今もね、昔も手に取りやすさは変わらないわけです。となるとね、ひょっとすると冊子というものの意味自体が感染の流行下とその前とでは意味が変わってないでしょうかね。大きくなってるんじゃないかなというふうに思っています。ネットが使えなくても、直接会う機会がなくても、通院の時にその病院の本棚に置いてある。会えなくなったこの時代でつながりを持ったり情報を伝えたりする道具としての意味が大きくなったんではないでしょうか。だったらね、この YouTube を見ている人にも関心を持ってもらって、冊子が出た時に肺がん患者また家族が近くにいたら教えてあげてほしいなと思っています。そんなね、肺がんブックのことを知っていただくきっかけとしてね、投票を始めたいと思いました。では早速表紙のね、投票に移りたいと思います。今年度のテーマは一歩ずつ少しずつ歩んでいこう、肺がん経験者3人の物語。デザイナーさんからね、5つ表紙の案が上がってきています。一番テーマと合うもの、病院の本棚にあるときに取りやすいもの、自宅に置いてあると飾りになるもの、いや、ならないと思いますけれども、そんなこんなで一番いいなと思ったものを教えてください。ではいきますよ。1つ目出ましたね。砂浜を歩く女性の足元が映っています。2つ目、スニーカーを履いた人が歩く足元です。なんかこう斜め、なんかいいですよね。3つ目、菜の花畑の中の一本道、まあ、綺麗だなーなんてなんか思いますよね。続いて4つ目です。尾瀬のような場所の一本道。5つ目です。明るい緑の中の一本道。空がね、結構大きいかもしれません。さあ皆さん、どれがいいでしょうかね。投票は概要欄にね、リンクが貼ってありますので、そちらからお願いします。できれば一言理由も添えていただけると嬉しいです。締め切りはね、15日の、水曜日かな、皆さんふるって投票してくださいませ。ではまた。どれがいいかな。